みなさんこんにちは、アナダトラベルです。この動画では広島県呉の魅力をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。まずは最初のスポット、鉄のクジラ館に向かいます。突然現れたあれだ、でっかい、すごい鉄のクジラ館、めちゃめちゃでかい、あの潜水艦迫力満点です。この本物の潜水艦に入れる、これがキーできました。入りたい。合ってない、むず、もっと勉強しようって言われた。はーい、ここすごい見たかった、この生活のやつ、食堂、食堂の椅子にこうやって食べ物が入ってるんですって。トイレにシャワーだ。普通の日本人の平均の20分の1の真水で生活されてるんだ。へえ、尊敬する。ベッド狭ー、めっちゃ狭い。私145しかないけど、これ足届きそう。秋潮の中に入ります。撮影禁止。中めっちゃ良かった。そりゃ写真撮影禁止だよねっていうぐらい素敵だった。本物のものだった。いやー結構感激です。1日40食限定の秋塩カレー、11時から販売なんですって。たまたま11時直前だったのでここでカレー食べます。40食限定のカレー、秋塩カレー、ここでしか食べれないんですって。ハンバーグ、ハンバーグもカレーも優しい味がします。美味しい。記憶が正しければ潜水艦に潜ってると曜日感覚がなくなっちゃうから、週1回金曜日かな、何曜日かはカレーって決めてて、週の感覚を崩さないようにしてた。だから呉ではカレーが有名だというはずです。次は軍艦巡りに来ました。ここでチケットを買います。軍艦巡り当日券もあるんですが、予約しておいた方がいい気がします。私2時の便で予約していて、1時の便に振り替えできないかって聞いたら、1時はすでにもうキャンセル待ちだそうです。1時の便に振り替えてもらいました。よかったです。チケットは1人1500円です。所要時間は約30分ぐらい。出発。この船の中ほどにはオレンジ色のものが付けられております。これはサイドパイプ、そうしましてこの音で大佐の注意を引いておくの。
同じ型と手前の操縦型の船体、非常にご注目ください。潜水艦訓練教育隊、質問しまして、潜水艦の乗員さんの教育、訓練を話し上げすれば、海上自衛隊第一陸艦砲、海上自衛隊艦砲、潜水艦砲が。すごいの見つけました。これにしました。よいしょ。純米酒。美味しそう。飲みやす。すっごい飲みやすい。ではこれ。純米吟醸。最後はこれ、純米大吟醸。美味しい。あ、美味しい。大和ミュージアムです。大和の10分の1のサイズが展示されてるんですって。すごい、これが10分の1の大和。10分の1でこれってすごい。すごい、真上から見る大和。大和ミュージアムはこうやって外にも展示物があります。最後ワンちゃん行きたかった喫茶店に行きたいと思います。港町コーヒー店さん、ビールにしました。本当は海上自衛隊のレシピを使った唐揚げもお願いしたかったんですけど、時間かかるんですって。バスまで間に合わないかもって言われたので、残念、ビールだけです。でもここから見えるさっきのこれ、めっちゃ綺麗でいいナイスロケーションです。いただきます。